お疲れ様、サラッです。今日はですね、現環境大流行していたマイティーコカツの新しい方がね、はい、生まれましたんで、そちらをね、紹介していこうと思いやす。ということで、こちらね、マイティーコカツのやりこぶバージョン。はい、ということで、やっていきましょうか。スケかな、スケの枠が、なんとね、やりこぶりんに成長しちゃいました。で、まあでも最近はちょっと ISP 型が増えてるんですけど、まあちょっと前ファイスピとかだったかな。まあファイスピも加工されてね、あのダメージが下がってラバパピーワンパンできないとか、結構痛くなったんで、そういうところが辛くなったので、ISP ですね。はい。ってことで、この ISP やり方やっていきますか。いや、マジで、上、枯渇、このレイリーなのかライリーなのかわかんないんですけど、まあ、このプレイヤーがね、めっちゃ枯渇うまいんですけど、2位3位、はい。同じ人物だと思います。はい。この方でね、言ってます。で、誰だったかな、このペドロじゃねえな。あ、フルカンだ。この人が、さあ、これもね、使ってました。ということで、みんな使ってます。はい。まあ、ジョイの枯渇使いもですし、まあ、なんでもプレイヤーもね、この ISP やりこぶ型を使ってるんで、やっていきましょう。で、やりのメリットとしては、なぜスケじゃないの？スケの方が回転早くていいじゃんっていうところだとは思うんですけど、いや、マジでぶっちゃかかんないんですけど、まあ、やって触ってみた感じは、やっぱ最近だと、ホグクエイクとか、いるじゃないですか。そう、ホグクエイク、ロイホグクエイク、ああいうのに対して大砲プラスの、この逆サイ側のヤリゴブリンとかがめっちゃ良かったりとか、まあ、それこクエイクに入らない位置のねヤリゴブが結構活躍しますとか、あとこのねラバですね、タイラバに対してやっぱ吹き矢を処された時にきついと。で、そういうので意外とこうヤリゴブが、そう、吹き矢とヤリゴブ両方いるよっていうのがね、ちょっと待って、なんか言うの出てきたんだけど、そんなことあります？まさかの言うので、まあここ相手ファイブ咲いた後なんで、吹き矢咲いときはもうきっちりやろっていう話なんですけど、こういう時ですね。はい、槍ゴブリン、さで爆破置いて、うんこ置いてピョーンですよ。はい変なこと言ってんな。いやーですけどか、いや今回の相手の枯渇というかデッキの方が、またこれもね、そう、珍しいんですけども、ラバのヤファイボーか。まあ、ヤファイボーは、ヤリゴブリンが残るのでありがたいと。で、ガゴですね。スケブ、ユーノ。ラーバに言うと、これまた珍しい。で、これスケブもなんもないんで、ここのマイティが強い。だから、ラーバに対しては、マイティマジ強いんですよ。で、これ逃げてあげれば、このマイティがね、ゴリ削るんですよね。さあ、で、まあ、ここは別にスケでもヤリゴブでもあんま変わらねえかなっていう。やば！え？やりすぎだって。140で、あのミリで。はい、ということで、まあ、ラバにはマイティがぶっ刺さるよね。防衛も強いからね。そうって感じかな。あと、やりこぶのメリットは、まあ、スケルトンラッシュの受けとしては優秀。まあ、吹き矢が別にもともといるんで、そう。まあ、あんまりもともとスケラにはそんな弱くはない。まあ、より勝ちやすくはなったんじゃないかな。で、あと、なんだろうね。あと、何がある？やりこぶのメリット。こうもう一枚ぐらい来てくれそうだけどな。来てくんねえか。さあ、大砲置いて、槍とロケットリア。まあ、これはさすがにちょっと嫌なんでね、飛んでいくか。よいしょ。さあ、いい感じに、耐えろ。最低、矢の雨を使ったので、あ、まあ、ここの、歩いて。いやー、いいんじゃない？さあ、いやー、ファイボが。耐えてゆく。さ、ヤナムファイボにも、まあ、ロケもケアもヤリコブもマイティもあれば、さすがに相性がいいかというところです、ね、いやマジでヤリコブのメリットでもそんなわかんないですね。まあなんかあるけど、その、まあ、デッキによってヤリコブめっちゃいいとか、まあ1年ぐらい前かな、ヤリコブ異常に流行ってた時代もありましたけど、別に枯渇だからね、枯渇だからスケでいいじゃんっていう考えにはなっちゃうけど、うん、まあ、あとは、ね、マイティの後ろのヤリゴブリンとかも強そう。そう、マイティって基本やっぱスケルトンとかに処理されちゃうから、まあ、マイティフキアとかマイティヤリゴブとかで、こう、単純にマイティで圧をかけていくっていうのも強そう。まあ、そんぐらいかな。まあ、なんかいいんでしょうね。ヤリゴブが。わからんけど。そう。ちょっと枯渇使いの皆さんにね、ちょっと検証していただきたい。本当にこれはヤリゴブリンが正しいのかっていう。まあ上の人たちはもう上手いからね、上手いから別に何でもいいん
言うたな、こんなんやりゴブの枠変なカードにしても強いんだろうね結局。うん、枯渇がうまいからね。さあということで今回の相手はボーリーおじさんなので、まあ、ランバイてバルーンですね。はい、トルネキ以外に変なとこ投げてます。でボーラーとかはまあ基本マイティで掘っていくぜ。いやすげえな今重なってた。あーでライダルとかも嫌だよね。これさマイティ逆側に、あーいい相手対応が早い。さあでこれ美味しいですね、めちゃくちゃ美味しくて、キング起動、いやー完璧ー。こうなると相手のバルーンはマジでどうやっても攻めが通んねえぞと。でなんだこれトルネも回ってなくて、この吹き矢も辛い状況でしょ。ゴリゴリいっちゃって、いやーいいよ、いやマジでいい。さあコースターがなくてタゲも天才、おお相手も目がぐるん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 なってる。にょ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 、ワンパンだなこれ。で防衛ロケもあります。勝ち確です。はい、まあ、スケラ相手にキング起動したようなもんですね。バル相手にキング起動もして、やりゴブで圧策もかけられるからね、ウッド咲かせられる場所を増やしたみたいな感じですよね。相手諦めたかな、いや諦めない、いい姿勢だ、しっかり戦っていこうぜと。そう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 、おいこれちょっとあの先置き大砲やっちゃうか。先置き大砲やってもあれ別にロケぶっ破すればいいだけなんで、マイティのうんこと。おお相手も散らかってんな、ちょっとロケ打っちゃうぜ。さあ非常にヤバいです。勝ち確だなとか言ってこんなんでもヤバいな。さあ僕の負け筋はインドラぶっ刺さりなので、それだけ気をつけて。いや気持ちいいってかやりこびいいね、マジで。やりゴブ単体で攻めるのもよし、マイティやりゴブリンで攻めるのもよし、ただマイティフキアでも攻めれるっしょ。まあ単純に攻めの圧が変わった気がしますね。まあ防衛ももちろん刺さるときは刺さりそうだけど、さあ悪くはない。まあ今のはもともと相性もそんな、まあ別にめっちゃいいかって言われたら分かんないけど、まあロケ吹き合ってライドラインドがちょっと厄介ですけど、ね、さあやりゴブリン、まあ回転率はちょっと落ちますけど、ちょっと落ちるけどみたいな感じよね。さあ初手バレルは強いんだけど、ゴリゴリバレルアイスっていうかやるんだけど、キングギドやなんでちょっとだけね。あでもこれあれか、取れねえか、いやあるな、ゴレだったら全然あるっす、ね、まあでもやりゴブ使いましたと。嫌な雨ね、おお待って、なんかやだ、吹き矢お願い、吹き矢生きて、あーやばい、吹き矢がいかれた。さあユニット配置がちょっと悪かったかな。まあスケルトン部隊が来るのかな、行きます。でコウモリかな、あーいやーこれちょっと圧かけたいな、いやいいんじゃない。さあやな雨でどんぐらい削るんだろう。おおやば800です今ので、3700から。さあ今ので800近く削っていくで、やゆきのジャイスケラースケベボーラーなのかなって感じ。まあでも低め吹き矢とやりゴブもスケラーの動きには優秀なので、これちょっとでかいぞ。さあとりあえず攻める、しっかり守ってるね。あれどうする、まあ、ロケ打ってもいいけど、序盤だし、2倍タイムいってたらロケ打つんですけどね、2倍タイムいってないんで1回守ります。はい、マジやりゴブいいな。さあ待って、うちのやりゴブやばい今の、待って全部1回やったんだけど、てかマイティ何してんだお前、マジでちょ待って待って、マイティマジで何ケツ追っかけてんだおい、ほんとに。なんだこれスケブか、いい位置のスケブくんだよな、ね、でもヤラメ使ったね、そういえば。えこれめっちゃきつくね、あスケルトン部隊も使ったもんね、あーうまいわそのボーラー。いやでもやばい、マジでやばいやついた。さあ
ギアを流しながらの低めからね。まあ、相手多分もう完全右だね。これ2周回していい。これ早めにも溶かしちゃおう。やんな溶かしたら逆サイってきますからの、しっかり置いてあげてギアも槍もいて、まあ、なんならもしかしたらのウッドもあるっていう。さあさあここはボーラーが来ない。ロケが591なので、まあウッドロケか。じゃあこれ槍こぶでも垂れ流しといて、やりこぶね対応しないといけないですからね。相手さあそんなことしてると気づいたらロケウッド圏内なので勝っていく。いやいいね、やりこぶ、まあなんかいいねマジでそこそこに守ってもくれるし、そこそこに攻めてもくれるから、とりあえず出しとくっていうのでは便利かな。いいんちゃん。さあ、あ、ともやさんだ。三種じゃない、三重師のトモヤさんだよ。エリポン、いや、まあ、ゴールナインとかだから、あ、こう、ユーナとかちょっと安、あ、待って、これやばいかも。あ、危ねえ。まあ、三重師は基本タルなので、ザップはでかい。いや、これ、マジで普通にタルとかだったらボッコボコにされてたかもしれない。まあ、あと、ゴールナインのやつね。エリポンのやつね。まあマイティヤリゴブ、マイティフキアで頑張るか。ゴーストだけだろうな。ゴーストだけ突破すればいいな。あとマイティが相手つれえぞ、まあ、ゴルナイでリセットあんのか。ああそうっすね、ゴルナイでこれ一回頭突きのリセットが強いっすね。このスタナイスリセットデリポンザップなのでエリババの方っすね。いろんなことありますけど、まあ、やりこぶがザップでボコされるぐらいですね、マジ。真ん中読みとか来そう。おお、そう、うまいからこその読みが来る。変なとこに飛んでしまった。定位置でいいね。100-0 で定位置でいいんだけど、変なとこに飛んでしまった。まあまあまあ。これ強いかな、このホリシー。しかもここでアイスピで延命してあげてからの、このマイティフキアで。いや、これうぜえぞ。結構うぜえ。ああ。いや、これ別にさ、消える必要なかったね。掘った方が良かったよな、多分。ああ、まあこれ、ユーノ来てくれたから、大砲出して。いや、まあ、しゃあなしか。まあ、ザップで行かれるとちょっと大変だね、マジで。ユーノ受けと、うん。まあ頑張りよっか。攻めはお互い攻めが刺さるって感じかな。まあ俺の防衛力次第みたいなとこもある。うん、さすがにロッキー打つ。エリポンくんのかなこれ。来るっすね。ヤギゴルナイ、エリババやだーマジで。やべえか。おお、マイゴッネス。危な。今やりこぶ出してもさ、ザップで行かれてよ。最後の場面、あれ守られてたら怪しかったね。また前ザップだったから助かったっすね。危ねえ。まあ、ウッドだったらもう
もうきついよ。まあめちゃんこ耐えての最後のロケでね、タイブレーカーで勝つかな。まあタイフォンアイスピーそこそこに防衛力あんとかな。さあちまちまやりゴブで稼いでいくよ。いやマジ懐かしいねやりゴブ。おーヤノムレイジえげついデッキやないかい。一生端前デッキだ俺これ。おーなんだこれは。エリコンヤノムレイジゴレだ。貴様絶対ゴレだ。いやマイティ強いかも。ゴレだ。いやでもエリコンゴレって基本トルネカルなんだよね。ヤノムマジでいつのどこの人なんだこれは。何が来る。いやー考えるだけ無駄かこれは。考えれば考えるほど分からなくなるぞこれは。あエリポンレイジの矢の雨あの人だ。いや分かった分かった分かった。あのスパゲ入ってないです。ダックプリミニペの、いやマジであのゴリチンパンの人いるんですよゴリチンパンとか言っちゃって待ってやばい。お前あぶんねー。え吹き矢、え待って待って待って吹き矢めっちゃ、え吹き矢、じゃあ吹き矢が思った以上に頑張りすぎた。あやばいやばいやばい痛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 い。いやこれマジでスケビーだっけ。マジヤナムレイジのすごいデッキなんですけどマジであるな。来い、うわ出てこないか。いやーマジで出てきてほしかった今。さあこれちょっとやばいな。単純にだってエリポーンちょっと嫌でしょ。しかもヤナメのジャイネクロレイジなんですよこの人。いやってことはいや守れたなこれマジミスったな。まあ一旦11だな。一旦ちょっと11交換をさして。まあこれ守れないっすよねさすがに。レイジだからな守るつもりもねえんだけど。行っちゃったね。多分ネクロ痛い。おやばい。マジやばい。マジやばい。こんなのに負けんの本当に。えぐ。あれでも呪文ないから。やばい。あ、俺の必殺技終わった。あー。マジ見せらんねえよ、こんなん。ふざけんな。マジで。いや、マジ、途中なんか変なことしてたな。いや、変なことしてたんだ。これもうしょうがねえ。無理だ。いや、もうああいうのにね、よく負けるっすよね。ほんと、公開点使ってるとさ、うまい坊さん来た、よろしく。圧倒的明太子味サラダまで許す。それ以外は食べません。さあタルってことはあれ今タルだったよな。あなんだこれみかんさんバルーンっぽいな。いやみかん坊やバルーン来たんじゃないこれ。さあうっゆきタルゆきプリン、あ、プリンセスめっちゃやだわこれ。まあでもいやーしかも短期だもんね。俺の攻め通んないよね。ゴブリンかこれ。さあこれはどうだろうね。ランバーがあるんだよね多分ミカンさんの家は。そうさすがに当たるよね。そんな心配いらねえか。まあ8枚プリンでちまちま行かれるっすね。であとはあとはでももう言うといて呪文がたるゆきなんで、まあ1周目には吹き矢アイスピで耐えて2周目はロケで行きたい。これどうすればいいかな。強い懐かしのデッキっすねマジで。まあでもアイスピはバルーンに強いからね結構悪くはない気がする。
マジで8枚プリンだけっすよね、ダメージ受けんの。ちょっと楽したな、これ多分。うん、あんま楽は良くないよね。あーやべ、天才プリンちゃんいた。まあ暇だし使っとくか。耐えて、いやマジ耐えたらね、当たると思うんだけど、耐えれたら雪基礎天才来ないで。タル使う。マジゴブリン強すぎ。ビビるぐらい強い。おお。一生ダメージ入んねえなこれ。うんこいて。うん。いや、アイスピのエイムがちょっとよろしい、ね。マジ、8枚プリンくれ、そろそろ。いやー、それこそ。いやマジ耐えの試合っすねこれは。いやエロいゴブリンで、あんま打ちたくないウッド。いやバカ入ってる、バカ入ってる、バカ入りそう。え、めちゃくちゃオシャンティマイティどう？いやすごい、なんかお互いが攻めの攻めの攻めのみたいな。あ釣れるよね、よかった。いやーこれ神相性だな、相手突破できんねや俺を。よしとか言って最後に持ってかれる面白いパターンが見えるかもしれない。おい、さすがに鉄壁すぎてやばいなこれ。アイスピーやばいっすね。マジで今までのスケファイスピー型だったらね、全然突破される可能性もあったと思うけど、アイスピーでバルーン止めれて、しかもアイスピーってなんか強化されたんだよね。ちょっと長くなった。でヤリゴブリンでバルーンも守れる。いやこれやばい、空にめっちゃ強くなってます。さあということで、こちらのマイティコカツの最新版ね、ちょっと皆さんもやってみてください。よければチャンネル登録お願いします。ではお疲れちゃんでした。まだね。